ンが相談という相談で、ね、好きになりそうなことって、まずどこなんですか。例えば深谷さんの視点から。あの最近あのテイルズで、あまりあの主人公と、まあ、ヒロインの女の子がこう、ね、あの最終的にこう恋愛感情芽生えてみたいなところまでは描かなかったりしてたんですよ、はい、だけど、以前は結構ゲームの中に交換のシステムも、ちょっと組み入れたりとかして、はい、まあ、ゲーム中の選択肢の中で、まあ、選択することによってパーティーメンバーの中の誰かが、まあ、どんどんこう自分 のヒロインキャラとしてイベントでも前出てくるみたいな、はいはい、そういうシステムを入れてたことがあったんですよ、はいはい、だからそういうのは最近ちょっとやらなくなったんで、はい、まあ、そういうこと、まあ、結構今回のソードアートの、どのプレ自分が主人公となってどの女の子でもこう仲良くなる、まあ、そういうシステムっていうのはすごく響くんじゃないかなっていうのもあるし、もちろん、ね、可愛い女の子がたくさん出るっていうのがテイルズのユーザーもおそらく可愛い女の子がたくさん、ね、まあ、そうですね、一緒にやり取りして、ね、そう一緒に冒険したいっていうのもあるし、はい、うん、そういった意味では可愛い女の子がたくさん出て、そのことを実際ゲーム中のシステムを通じて仲良くなれるっていうところはかなり響くんじゃないかなと。可愛いですか、深谷さん。可愛いです。だけどこの、ね、俺大丈夫、俺だって触ってるもん、俺ホロリアリゼーション大丈夫です。遊ばしてもらってるもん。シリカちゃん、俺やっぱプレセア、はい、ストレア、まあ、ごめんなさい、プレミアちゃんプレミアちゃん、うん、あれオリキャラなんですよね。オリキャラですよ、ね、だからあんまソードアートオンラインをそんな細かくはもちろん、はい、ね、ファンの人ほど、はい、熟知できているわけではないんだけど、もう完全になんかこうこれまでのシリーズでもこう出てきたいたんじゃないかぐらいになんかこう、はい、うん、世界に溶け込んでたなって、自然な形でこう、はい、入ってきてこうエピソードもこう描かれていくんだなって。逆に言えばその僕はテイルズ、ソードアート、僕もそれをちょっと聞きたかったんですよね。テイルズ、うん、ソードアートファンが、はい、テイルズをどういうところをちょっと好きになってくれるかなって。なんだろうな、うん、僕もこのテイルズ好きなので、うん、やっぱり物語かなとは思いますね、うんうん。やっぱりその魅力的なキャラクターはもちろんあるんですけども、テイルズでやっぱり僕が好きなところっていうのは、やっぱり物語のシーンが1個通ってるところっていうのが、まあ、非常に面白いところで、そうだともう1つやっぱシーンが通ってるお話になるんですね。ゲームとかアニメーションも含めて、でやっぱそういうその物語だったりとか、その要はやっぱりその等身大の近い年齢の子たちがその世界対してなのか、その大きなことに対して、まあ、本当に冒険をしていくっていうところは、いろいろテーマは違えど、やっぱりそのソードアートもテイルズも同じことなのかなと思っていて、まあ、要は自分自身の年齢だったりとかその体験だったりっていうのが、疑似体験というか近いし視感っていうところでプレイができるっていうところで、やっぱり僕ソードアートがもし好きだったらテイルズもストーリー的にも本当に多分好きになるんじゃないかなと。今回ね、本当に、これまでのちょっとテイルズの、はい、いわゆる元気いっぱいで、はいはい、活発で好奇心旺盛で正義感強くて、はい、っていう少年の主人公が多かったんですけど、はい、今回ベルベットっていうちょっと ね、もうシリーズの中でも特に、はい、こいつなんか背負ってるもんが影ありすぎやろっていうぐらいの、こう、ね、心の闇を抱えたキャラクター の、うん、女の子が主人公っていうところで、で、まあ、実際、ね、ゲーム中ではゴーマーって言われてるんですけど、まあ、いわゆるモンスターの力を宿してしまった、とある出来事で宿してしまったっていう主人公なんでね。だからまあ基本はもう、魔物なわけですね、はい、だからこれまでのそういう正義感あふれる元気いっぱいの少年の主人公が取ってこなかったような手段をこう旅の、ね、困難に直面した時とか、もう基本はなんかみんなが良くなるようにどうやったらこう世界をいい方向に導いていけるだろうみたいな、そういう物事の解決の仕方をしてたのが、もう全然もう自分の目的のためにはもうお構いなしに、ね、街をぶっ壊すわ、ね、もう 誰それはお構いなしに、もう誰を巻き込もうがやっつけるわっていう、まあ、そういう手法を取っていくキャラクターだから、まあ、かなり一味違ったというか、でその中でもさっきちょっとね、二見さんのお話の中でも、まあ、年齢層は自分たちにこう遊んでくれてる人たちに近いっていうような、まあ、確かにこれまで主人公はそうだったんだけど、それよりもう少し上の
まあ、一応設定上ベルベットは19歳という設定なんですけど、まあ、若干ちょっと上なんですね。でパーティーメンバーたちもあの六郎であさっき言ってたあの武士の六郎であったりとか、はい、アイゼンっていうキャラクターとかあとマギルーとかは基本的には30歳近いあのそういうキャラクター、はい、あのかなりお兄さんお姉さんなキャラクターですね、はい、だからこう会話の中のやり取りもかなり大人っぽい落ち着いたキャラクター、あ、落ち着いたやり取りっていうか、まあ、そういうのがふんだんに盛り込まれてるんで、うん、まあ結構これまでのテイルズ好きだった人もそうだし、まあだけどちょっとそこからあえて外した描き方っていうのをしてるんで、まあ、その点ちょっと随分あの違った部分を楽しんでもらえるんじゃないかなと思います。なんだろう、その後も実は主人公に闇があるんですよ、うんうん、すごい闇があって、うん、やっぱそのヒーローなんですけどヒーローじゃないんですよ、うん、やっぱりそのいろんなことの苦悩があった上で乗り越えて、うん、まあ、一つ一つ乗り越えて戦っていく。やっぱりそのキリトっていう主人公は実は劇中で人を殺してるんですよ、うんうんうん、でそういう描写とか、はい、その目の前で大切な人が亡くなったりとか、でもその時はそのすごいちっちゃい要は中学生ぐらいで何もできなかった自分がその人との関わりを拒絶してソロプレイヤーになったりとか、で逆にもそれがいろんな人と強い人と出会って前に進める力を持ったりとか、まあ、そういうところをちょっと影が主人公あるところとかっていうのは今回作品、まあ、あのテールシリーズというよりかはベルセリアとソダートはちょっと似てるかもしれないですね。 そうですね、うん、あえてねちょっと王道をね、はい、うん、外した、ね、部分っていうところで共通点あんのかなっていうところで、はい、いやもうすごく発売は楽しみです、はい、ちなみにテイルズで関わってて、はい、その一番好きなことって何ですか？テイルズは、はい、まあ、テイルズオブシリーズってもうね、あの長いですもんね、うん、あの一番最初のファンタジアからずっとね、はい、こうシリーズファンタジアから買ってましたから、買ってました、ありがとうございます、はいはい、ありがとうございましたかどうか分からないけど、クレス操ってましたよ操ってたそうだからシリーズでずっとこう続けては来てるけども、はいはい、別にね、もう誰もが知ってる通りナンバリングタイトルなわけじゃないんですよね、はい、まあ、毎作ね、新しい世界観で、キャラクター、まあ、キャラクタードラマも含めた、キャラクターでバトルシステムっていうのを、まあ、一から構築し直しているあのそういうシリーズなんで、はい、結構あの毎作新しいことができるんですよね。あの世界観とかってあのその世界で、まあ、こういうそういう少年少女のキャラクターか弱い、はい、まあ、一歩見たらか弱いと見える、はい、そういうキャラあの少年少女たちが、はい、なぜそんな恐ろしいあのまがまがしい魔物と対等に渡り合えるのかっていうところからそのお約束事の設定から考えられるんで、まあ、そういう意味では毎回こう一から自分 のこやりたいことをこう全部掘り込んでいけるっていうところが、まあ一番いいかな、なるほど、いいかなと思ってるかな、まあ、今回そういう意味では、はい、ベルセリアっていう部分においてはまあ、さっき言った通りちょっと今までとあの描き方違うちょっとダークなあの展開にしたっていうのもあるし、操作システムもこれまでは丸ボタン、攻撃ボタン、基本攻撃ボタン、術ボタン、ガードボタンとかっていうのがもう全部決まってたんだけど、はい、うん、もうそれもガラッと書いてあって、あ、そうですよね、うん、全部技になってますよね、そうそうボタン対応、うん、まあ、そういうところがシステムを引くので全部お約束ごと全部ぶっ壊そうと思えばぶっ壊せるので、はい、まあ、ただまあテイルズならではのっていうところはちょっと抑えないとダメな部分はあるにしてもっていうところは、うん、まあ、毎作新しくできるっていうところですかね。一番好きなところはじゃあ結構自由にいろいろその作品の中でも断りさえ間違えなければそうですね、うん、まあ、自由にできるっていうところの自由さ、いろいろね、ファンの人がこう求めテイルズにはこういうことを求めてきてくれるっていう制限があるように見えて、はいはい、実は結構作り手側はいろいろもう自由に作らせてもらってますよっていうところでしょうね。でもシーンは通ってますもんね、うん、はい、なるほど、まあ、逆にお聞きしたいのは、はい、まあ、ソードアート、もう今何作目ぐらいですかね。4作目ですね。とかもうでといっても、はい、やっぱり4作 もやってこられてるわけで、はい、うん、まあ、その中で何がどういう部分が一番こうやりがいを感じたりとか楽しく感じられてるんですかね。僕ソードアートオンラインはもともと作品も好きなんですけど、とても儚いところが好きなんですよ。儚いソダトンラインで僕一番好きな描写が、うん、
あるんです、はい、でその一番好きな描写は、うん、まあ、本当にシェリカちゃんの描写なんですけど、うん、あのお風呂に入るシーンがあるんですね、はい、シェリカちゃんがお風呂に入るシーンがあって、でこの子がその髪の毛を、うん、あの文字で選択するんですよ、アイテムウィンドウで髪型を選択するんですよ、うん、はい、要はお風呂に入っている髪型を選択するんですよ、はいはい、うん、で出たら髪型を直すんですよ、うん、このポニーテール、あのこのツインテールの、なるほど、で、はい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 、それってすごい残酷だなと思って、うん、あ、それエロい意味じゃないですよ、うん、要はこの世界で中学生とか高校生の人間が囚われてしまって2年間を過ごさなきゃいけなかった残酷さがすごい勝たないなと思ってるんですよ、うん、要はそこで女の子でいたい、人でありたいっていうことの気持ちが、うん、だって髪型なんて、うん、あの別にお風呂に入ってデータだから直さなくていいんですよ、ね、うん、ただその中で生きているという証を残すために、うん、あえて選び直すんだ、あえて選び直すっていう描写があって、でその子たちが、その少年少女たちがその世界で必死に生きている、うん、そのデジタルで生きることしかできなかった、うん、要は少年少女たちの本当に2年間しかないですよ、うん、で僕らはその学生時代はすごい遊んでたりしましたけど、その中をデジタルのゲームの中でしか生きられないっていう世代を生きていく、その生きてきた子たちがすごい命を灯して物語を作っているっていうことを考えると、非常に儚くて切なくて力強い作品だなと思っていて、まあ、これはあの僕がゲームを純粋にで、うん、あの携われたっていうのは非常にすごい嬉しかったことですし、うん、好きなことかなと、うん、はい、思ってますね、作品的には。別にあのお風呂に入るシーンが好きなわけじゃなくてあの辺の描写が凄まじく僕は心が痛かったっていうやつですね、うん、ただそれを乗り越えていく少年少女たちの心っていうの強さっていうのが、やっぱりなんだろう、その前向きに成長していくっていうところが一番ソードアートで好きなところかもしれないですね。あのテイルズ・オブ・シリーズ20周年、長くやらせてもらってますけども、まあ、日々こう、人が入れ替わり、そして新しいことを生み出して進化していく、まあ、そういったシリーズこれからも続けていきますので、あのぜひ、テイルズ・オブ・シリーズよろしくお願いします。あの世界中の人たちにソードアートオンラインの楽しさが、僕の方から伝えていけられればいいかなと思ってます、とりあえず11月、8日のソードアートオンラインフォローリアリゼーションを楽しみにしていてください。